今太郎がお腹すいたって言いますから、お腹すいた太郎のへそが出たまま、へそが出たままってな、近光ロザリオでチャージをしてます、はい、なんかすごい格好してますよね。で笑ってる。チャージをした左手でキュッと太郎の頭に乗っけてました。太郎くんは神妙な顔してますね。うん、これパワーが入ってきますかね。はい、で先生これは何の番組ですか。アトラスラジオです。はい、はい、ということでじゃあお便り会始めますよ。はい、はい、まずですね、なんとイカ焼きが事務所に送られてきましてですね。ああそうですね、ありがとうございます、ね。はい、こちら1月9日から10日徳島ミステリーツアーに参加させていただき、その時ふすまばばあのラジオネームを2秒とかからない直感で名付けてもらったものです。はい、それから間もなく奥様の勇敢な行動を YouTube で知りました。お二人が子宝に恵まれたことを知り、こんな愛の形もあるのだと心の深いところで感動いたしました。はい、それからほどなく3月5日肥後橋アワーズルームのトークライブに伺いました際に、太郎くんおめでとうの気持ちを込めてささやかな贈り物をお届けしただけなのに、はい、後日蓮太郎くんカードととっても美味しいお菓子をいただき、ただただ恐縮しております。ありがとうございました、はい、徳島ツアーでは奥様から徳島の美味しいものをたくさん紹介していただきました、さて大阪ではと思いついたものをお送りさせていただきました、はい、太郎くんの寝顔を見ながらビール片手につまんでいただけたら幸いです。ということでですね、ふすまばばあさんからイカ焼きが送られてきましてね、これ私大阪に、大阪っていうか関西に住んでた時に阪神百貨店で、イカ焼きがね売ってるのでね、ですよね、そう私も買って食べたことがありましたよ。いやこれ僕も好きですよ、はい、アーリン姉やんに、めっちゃうまいでっていう勧められて、勧められたんです、ね、食べましたよイカ焼きは、はい、これうまいと思って、はい、ちょっとね先生ビールは飲みませんけれどもね、お茶を片手に、僕はほうじ茶を片手に、ほうじ茶片手にこれうまいですつまむと、ね、はい、ということでね、ふすまばばあさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。それこれまさかどせんべいね、はい、まさかどせんべい、はい、これ、ね、はい、エスカリータリエが買ってきましたけど、はい、ね、これやっぱり茨城千葉を名物にしてる、ね、はい、せんべいだと結構美味しい方ですよね、うん、そうです、岩井名物、うん、あそうですよね、岩井市ですよね、はいはい、薄焼き、あ堂塚っていうのは岩井にあるんですよ、はい、で首塚が大手町にあるじゃないですか、はい、で胴体が茨城の岩井にあるんですよ、はい、で堂塚、はい、で胴体の堂塚の胴と、はい、首が引き合う力を持って、はい、鬼門封じに使われる、あ鬼門封じ、なるほど、ね、はい、あの堂塚もしばらく行ってないですね、うーんそうですか、うーん、まあぜひそのうち、はい、そうですね、行ければと思ってます、はい、はい、はい、ではねお便り会始めますよ、はい、はい、アトラスラジオ、アトラスフォース169の感想、おお、なんだろう、はい、気力に見た目も若返ったビンタロウ先生、うん、いつ聞いても心地の良い癒しボイスのアイムさん、うん、影の立役者スタッフの皆様、はい、何回聞いても飽きないアトラスラジオを毎日配信してくださりありがとうございます。久々の投稿をいたします。脇町太郎です。脇町太郎さん、ね、はい、先日の一人語り、うん、都市伝説と深夜ラジオ隙間女の誕生を拝聴しまして、うん、数年前に投稿をさせていただきました、うん、サイキック青年団に関する内容を凛太郎先生が覚えてくださっており、うん、わざわざシンデレラエクスプレスの渡辺さんに確認してくださっていましたとは。そうなんですよこれね、はい、渡辺さんに、はい、渡辺さんがサイキック、ね、青年なんで、はいはい、なんか喋ったネタで、はい、ね、その妖怪を作って適当に喋っていたら、はい、その妖怪を水木しげる先生がね、はい、真に受けちゃって、はい、絵にしたと、はい、いう話をしてたんですよ、はい、で、ナミさんに聞いたら、はい、え、俺そんな話したっけとか言ってるんですね、うん、はい、これは芸人さん特有の照れなのか、はい、それともネタで一時的に言ったことだから忘れてるのか、はい、それともまた第三者なのか分からんですよ、はい、そういうリアクションでした、はい、で、
はい、確認してくださって、感謝感激雨あられでございます、うん、サイキックを聞いておりました。当時は学生で眠い中夢うつつでサイキックを聞いておりましたので、鍋さんのエピソードと違っていたとは驚き桃の木で脱粉寸前でした。鍋さん忘れてるだけかもしれないからねそうですね、はい、誠に申し訳ございませんでした、うん、晩年のサイキックはよくゲストの方が来られていまして、準レギュラーのように出演されていました。鍋さんのエピソードだとずっと思い込んでおりましたが、うん、でもサイキック青年団の番組で聞いたことは間違いありませんので、ビンタロウ先生のお手を煩わせて申し訳ありませんが、ぜひレギュラーでした竹内義和先生か北野誠さんにお会いした時に真実証明をしていただきたくお願いいたします。いや、竹内さんにも聞いたんですよ、はい、竹内さんこういう話してたの覚えてますかって言ったら、はい、そんな話出たっけとみんな覚えてないんですよ、はい、やっぱり、はい、20年以上前の話だから、はい、あとは誠さんが覚えてるかな、北野誠さんですね、忘れてるかもしれないね、はい、そして水木先生が漫画にした妖怪は何だったかを究明してください。妖怪チンポじゃないの？妖怪チンポ、ジェット噴射をチンポから出して、はい、ピューって飛ぶ妖怪いるんですよ。そうなんですか。で、はい、だいたい昭和の頃までは妖怪チンポって言われて、はい、言われてたんですけど、はい、まあそんなバカな妖怪いるわけないじゃないですか。うん、どうでしょうね。だから平成以降はね、はい、出なくなったんですよ。出なくなったんですね。で一回で出たんですよ、はい。妖怪ポになってますよ。ポ、ちょっと待って、ポの一文字だけですか。ポになっちゃいました。妖怪ポ。ポ。ほう、チンポ、チンが取れちゃってポーになる。ちょっと意味が分かんなくなっちゃいますね。もうなんだか分かんないですね。分かんないですね、うん、はい、このままでは悶々としまして夜も眠ることができません、うん、アイムさんに慰めて、いや、ステッカーをください、よろしくお願いします、うん、せっかくね、慰めてあげようと思いましたのに。そんな怖い階段やめてください怖いですね。怖すぎますよ、はい、太郎の嫁になるぐらい怖いですよ太郎の嫁って何ですか太郎が結婚する20年後ぐらいには死んでますかよ。死んでますよね、多分ね、はい、はい、そういえば今日は50年前に千日デパートの火災が起きました日でございます、うん、今は大手電気店になっていますが、できた当初同級生がバイトをしておりましたが、何か居心地が悪いとかですぐに辞めております、うん、私は鈍感なのでしょうか、よく出るという上の階のお手洗いもしょっちゅう利用しておりましたが何も感じませんでした。いや、でもあそこ出るみたいだからね、うん、らしいですね。じゃあ実はね、私もね、行って写真撮ったりとか、まさにその、うん、あの写真持ってるんですか。持ってますよ。で、うん、アーリンさんにね、鑑定してもらおうかなと思いながら忘れちゃってましたけどね、うん、最近ね、いつ撮ったんだろう、去年かなんかですよ、大阪に行った時に撮りましたね。で、そうそう、まさにその上の階のお手洗いも使いましたけど、うん、私も何にも感じなかったんですよ。僕も行ったんだけど、はい、何にも感じなくて、はい、で、あの時くんっているで、うん、芸人で、はい、ラララライ、ラララライ、はいはい、時くんが掃除のバイトをやってた時に、はい、なんかね、浮遊する幽霊を見たっていうんですよ、はい、それ時くん本人から聞きますから、はい、いや、本当なのかなと思ってね、はい、いや、だからちょっと やばい場所なのかなと思ってはいるんですね。そうですね、なんかね、感受性の強い人はね、何か感じちゃうんでしょうかね。そうですね、はい、また人伝いですが、夜にタクシーや車でビルの脇を通ると車の上に何かが落ちてくる音がするというお話は今でも耳にすることがあります。いや、それアーリンさんもまだ言ってますよ。言ってました、はい。なんか得体の知れないものがドーンと落ちてくると、はい、で、タクシーの上に覗いても何ともないと、うん、はい、そういうことがね、しょっちゅうあるんですね、はい、なんかね、アトラスラジオの投稿でもね、どなたかがそういうお話をされてましたね。あ、そうですか、はい、うん、はい、50年経ちましたが、今でも成仏ができずに当時の状況を繰り返しておられる方もいるのでしょうか。うん、ぜひ近光さんに見ていただきたいと思いました。うん、まださまよっていらっしゃる方がいましたら成仏していただきたいです。うん、心よりご冥福をお祈りいたします。うん、ね、そうですね、ずっとね、その状況を繰り返すというのはちょっと辛いものがあります、ね。まあ、自殺者は大体その同じ自殺を何度も繰り返していますからね、うん、はい、その現場でね、ね、
あ、でこの方たち多分なんか暑くてね、うん、飛び降りちゃったのかなっていう感じですね、火事でね。はい、ということでですね、うん、脇町太郎さん、どうもありがとうございました。はい、それで、アトラスニュースの方から一つ、はい、これね、はい、これ多分ね、紹介はしてなかったと思うんですけど、はい、なんかね、コメント欄で、なんか、ぼそっとこの人が書いたので、はい、あ、それ面白い、ぜひ詳しいこと教えてって書いた結果なんですね。はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。ダブルという申すものです。山口さんから詳しい話をメールでと申されましたのでお話したいと思いますが、コメント欄に書いたことは全てありまして、30年以上前に聞いたものですので少しばかり曖昧ですか、それでもよろしければお話しいたします。まあ、このダブルさんのおじいちゃんですね、はい、祖父は赤髪で徴兵され満州で兵役についていたそうです。終戦時にソビエト軍が攻めてきて捕虜として捕まり、これうちのおじさんと一緒ですね、はい、そのまま未開の地であるシベリアまで抑留され5年間も労働力として扱われたそうです。全く同じですね、うちのおじさんと。当時ソ連の兵士は農家の次男坊三男坊ばかりで指の本数までしか数えられないほどに教育がなされてないものばかりだったらしく、日本兵の方がずば抜けて頭が良かったそうです。技術的なものや計算が得意な日本兵は肉体労働ではなく測量を主なって従事していたそうです。と、割となんかね、頭のいい日本兵はね、優遇されたらしいんですよ、はい、あ、そうですか。祖父は、器用でしたので測量班に回され機械を直したりすることや木工や絵が得意でしたので将校たちから重宝されて、配給以外の将校らが食べる肉類を余分にもらい同部屋の日本兵に分けていたそうです。祖父は寡黙でお酒は少しばかり好む程度でしたが、お酒を飲むと毎回シベリア抑留の出来事をよく話してくれました。当時私も子供で場所までは聞いておりませんが、永久凍土が夏場になって泥水だらけの場所でマンモスの造形があらわになっていたこともあったそうです。半年以上は雪で覆われてしまうので測量は夏場だけの仕事だったそうです。例の怪物を見た湖は当時は人が住んでいる町までは相当離れた土地だったらしく、行くまでに苦労したと話しておりました。祖父が湖畔近くで測量していると首の長い巨大な黒っぽい怪物が湖畔に現れて近づいてきたそうです。祖父はあまりにも驚いて体が動けなくなってしまい、その怪物は見上げるほどまで接近してきたそうです。ソビエト兵は測量もせずに日本兵から少し離れた場所でいつもカードゲームをしていたそうですが、怪物に気づいたソ連兵が携帯していた自動小銃で怪物めがけて数発発射したのですが全く効いていないようで血液すら流れてなかったらしいです。祖父は驚いて逃げたようだったと話しておりました。しかし怪物に対しては恐怖ではなく畏怖に近い気持ちだったそうです。襲われるといった感覚ではなく興味本位で近づいていた感じで瞳が優しく見えたそうです。普段は全くと言っていいほど話さない祖父でしたが、お酒が入ると昔の話をよく聞かせてくれたので、特にこの怪物の話は私が大好きだったために何度も聞かせてくれた記憶があります。少し曖昧ですが覚えておりました。なんでしょうねこれね。首の長いってね、首が長くて下はどんな形ですかね。おじいちゃんに絵を描いてもらいたかったですね。あ、そうですね。もう亡くなってしまったってことね。ネッシーっぽい怪獣ですかね、うん、首が長いのはなんかね、うん、海馬って感じでしょうかね。あ、そんな感じですかね。海の馬っていうやつですね、うん、はい、
いやそう、シベリアの湖だったらやっぱりそうですけどね、はい、うん、こんな怪物かね、なんかね、不思議な怪物が、うんうん、ね、だと生息していたと、はい、まさになんか凶暴ではなさそうな感じですね、うん、そうですね、でもまあ、はい、うん、こいつが暴れても、うん、ウルトラマンがいれば大丈夫ですよ、ウルトラマンはね、はい、はい、ということでね、じゃあ次のお便りいきますよ、はいはい、はい、ね、地蔵橋渡るさんという方からのお便りで、おデイブ・フロムさんの放送で山口敏太郎さんや近光さんの登場回を見ました。山口さんはそこまで行っていいんかいで小和田雅子さんのお引っ越しの話を聞いて印象的でした、うん、これ小和田雅子さんのお引っ越しについて何か言っても大丈夫なんですか。小和田雅子さん、小和田家はね、はい、なんか大企業が嫌いなんですって。大企業が嫌い、それで、はい、なんか日本ツーンが、はい、あの俺がまだサラリーマンやってる時に、はい、見積もりに、はい、あのお引越しの見積もり、いかがでしょうかって言ったら、はい、日通は嫌だとか言われちゃったっていうなんかそういう記憶がありますよ。ああ、そうだったんですか。そういう話がオンエアされたのかな。はい、へえ、うん、ね、大企業が嫌いということでちょっとこじんまりした感じの、いや、まあちょっとその発言の趣旨がね、うん、はい、どういう意味で言ったのか、はい、まあ、日通が高いから嫌だって言ったのか、はい、うん、それとも最悪的な、うん、はい、思想が持ってて、はいはい、言ったのかわからないですよ、はい、でも大企業は嫌いらしいですね。あ、そうだったんですね、うん、はい、YouTube で未解決事件をやるなんてすごい企画ですね、うん、京都の四大未解決事件の一つの長岡京わらび取り殺人事件のリーディングを興味深く伺いました、うん、あと漫画学部男子大学生殺人事件、それ何ですかそれ。漫画学部ってどこの大学の？京都の人はみんな知ってるのかな。東上バスター渋谷さん教えて、これ教えてくださいね、うん、なんでしょうね、漫画学部の男子大学生、京都の人知ってるのかなこの話ね、はい、はい、あとね、木屋町言いがかり殺人事件、そういうのもあったの。あったみたいですよ、うん、あとね、数人地区って読むんですかね、あ、なんかね、たたりみたいな字、数人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 地区団地女性殺人事件、そんなのもあったの。はい、なんかね、四大未解決事件なんですって。へえ、京都では有名なんだ。有名なんでしょうね、うん、でもし今後企画があればお願いします。あ、ぜひ やってみますよ。ということでね、漫画学部男子大学生殺人事件、それなんか興味ありますか、ね、ありますし、これなんかね、もしかしたら保坂さんがね、もう調べてたりしませんかね、どうでしょうね。いや、あいつね、うん、昭和じゃないと興味ないんですよ。昭和じゃないと意外とね、うんうん、昭和末期とかね、はい、割と近代じゃないですか、はい、近代はあいつ職種が動かない。あ、そうなんですか、うん、ね、もし保坂さんね、これやってたら、はい、ちょっと教えてくださいね、はい、はい、ということでですね、地蔵橋渡るさん、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次がですね、はい、山口敏太郎先生、正直なアイム様、うん、何が正直なんだろう。時々自分の、はい、有利になるような言葉を入れてきますね、はい、入れてませんよ、もう書いてある通りに読んでますよ。はい、でタートルカンパニーの皆々様、まるで梅雨のようですね、小馬神です。うん、そう、今日もなんだか雨がね、じとじとしててね、梅雨みたいになっちゃってますね。いや、もう明日も曇りじゃないですか。あら、ちょっと嫌ですね。全然晴れがないんですよ。晴れません。はい、うん、最近の怪奇現象をご報告します。私は心をしばらく病んでいました、うん、抗精神薬を数年間飲み続けていましたが、うん、ある日通っていたメンタルクリニックが遠方すぎて通院がきつくなり、地元に変えようとしたところ、うん、そこのドクターと喧嘩をしてしまいました。現状と悩みを相談したところ、あんたは病んでいるとは思えない、苦しいなんて気のせいなんじゃないか、そんなこと言ったね、などと、とてもメンタルクリニックとは思えない言動の数々、うん、前に通っていたメンタルクリニックから紹介状をもらってきた手前、他のクリニックに行くこともできません。まあね、はい、うん、私結構ね、紹介状をもらってもね、無視して行かなかったりとかしちゃってますね。それは確信犯じゃないですか。ダメですね、そういうのは。ダメですよ。と言いながらね。うん、はい。で、こうなったら自分で治してやると、自分なりに薬を減らし、調整して、なんとか克服することができました。
仕事の内容に慣れてきたことや反骨精神が克服させてくれたと思います。それから2年経ちますが、なんとか過ごせていますので安心しています。今ではあんたは病気じゃないと言われたことは案外当たっていたのかなと思ったりもしますし、じゃあ結構先生が励ました意味で言ったんじゃないの。そうかもしれないですね。メンタルクリニックはいろいろと国からも補助があり、ある意味ブラック企業をのさばらせる国の干渉機関として機能しているのではと勘ぐったりしています。しかし唯一の後遺症が未だに残ってしまいました、それは耳鳴りです。耳鳴りね、はい、昼夜を問わず途切れることなく鳴り続けています。仕事をしたり家事をしたり、ある意味気が紛れているときは良いのですが、周りに音がなくなると元気にいつも鳴り響いています、そんな最近、ここ一月内のことですが、夜に横になっているとある現象が起こり出しました。寝ている、また100匹ぐらい幽霊が出てくるんですか。それはこの方が勤めていたところのおばあさんとかですね。おばあちゃんでね、ね、部屋に100匹じゃなくて100人の、ね、100人霊が、どっかのなんか倉庫屋の CM みたいじゃないですか、100人乗っても大丈夫、大丈夫、幽霊だと大概大丈夫だよ。幽霊はだって重さがないですもんね。夜に横になっていると、寝ている部屋のどこからかカーンという木と木を打ち鳴らしたような乾いた音が聞こえてくるのです。それは時間を置いて連続して鳴り響きます。そしてそれはだんだんと近づいてくるのです、以前道端で突然怒鳴られて車に轢かれそうになった時のようにうるさくない音ですが、確実に鳴っているのです、だいたいなんだろうと思いながらもそのまま寝てしまいますが、先日は最後まで聞くことができました。その音はだんだんと体の近くまでやってきて、耳鳴りが途中で途絶える音と重なったのです。耳鳴りもラジオのオンオフのようにプツッと途絶えてまた復活したりすることがまあまあありますが、そのオンオフに異音は重なって消えました、最後まで聞けたのは1回こっきりですが、1週間に1回はこの異音はやってきます、気味が悪いのが等間隔空けて鳴り響くことです、日常の耳鳴りとは違った異次元のものを感じる今日この頃です、いわゆるラップ現象なのかな、そうですね、私も実はね耳鳴りがするんですけれども、なんか気にしないでいるうちになんかやんじゃっているんですよ。なるほどね。なんかいつの間にか始まっていつの間にかやんでいる、こうセミが鳴くような音とかがしますよね。なんでしょうねこれね。僕耳鳴りないんで、経験ないんですよ。ないですか、じゃあ全然どんな感じか分かんないですね。いいですねそれはね、いつもクリアーに聞こえててね、はい、このねラップ現象もこの事務所で残業してる時にね、ネズミの走るトトトトっていう音とは別にピシッとかパキッとか音がすることがありましてね、もうネズミ走ってないでしょ最近ね。ネズミの音聞こえないですよ。だからあったかくなったからどっか行っちゃったんじゃないですか。中澤の家に行ったかな中澤さん家行っちゃいましたかネズミさん、ね、中澤さん家で無事に過ごしていることを祈りますけどね。中澤のところで食料を食い漁る、食料を食い漁る、ことを健闘を祈ります。祈りますか、はい、最近はなかなか終わらない戦争やこの国の未来の在り方など不安なことが続いております。芸能人の相次ぐ不幸など、特に上島さんは同い年ということもあり、また2人に共通して精神的な病についても噂されており、他人事には思えません、先生におかれましては育児ノイローゼなどないように、奥様ともどもたまにはリフレッシュする時間を作っていただけるように願っています。僕は全然ないですよ、はい、僕は育児やってないですから。そうですね、てるみさんが頑張ってらっしゃるから、ね、てるみがね弱ってますよね、ね、それをね先生がなんとかねしてあげてっていう感じですね、まあ、結果的に僕が一番背負い込むことになるんです、そうですか、はい、僕が突然死んだらそうだと思って、突然死んだらですか先生、何を言ってますか。だって今度水素を入れるとか足湯をやるとか頭に針打ってるとかね、いろいろやってるじゃないですか。そうですよ。それで突然死んじゃったらそれは何だったのっていうことになりますよ。そういうもんでしょうね、
ね、クビレオニに憑依されるんですよ。そうですか、クビレオニに憑依されるとクビレオニ、うん、もう首を吊っちゃうんですよ。ダメですよ、ね、そうですね、ちょっとねショックでしたね。あの渡辺博之さんと上島竜兵さん、うん、全然ファイト一発じゃないですよね。すごいショックでしたね、うん、全然ファイト一発じゃなくて、ね、今年もまだ60代って若いし、ねね、すごい残念でしたけど ね、あれ最年長仮面ライダー、うん、最年長仮面ライダーだったんですか。確かに50を超えて仮面ライダー役に抜擢されたとか、うん、そうなんですか、うん、それで死んじゃうんだからね、いやちょっとねすごいびっくりしちゃいましたけどね。全く ね先生はそんなこともないようにとね、もしね亡くなっちゃったら、じゃあ近光さんの式神にでもなりますか。なんで式に近光使われなきゃいけないんですか。近光さんのパシリになりますか先生。パシリなんてありませんよ。じゃあまだね生きていないとダメですね。はい、ということでね、長文多文失礼いたしました。これからもよろしくお願いいたします、はい、ということでね、小橋さん、はいね、小橋さんのそのメンタルクリニックってねどうなんでしょうね。時々元気づけてくれるんですか、それともなんかなんか病気ですねと言ったりしますかね。はい、ということでありがとうございました。はい、はい、ということでね、前半はこんな感じですね。こんな感じです。はい、今回前半と後半で、うん、はい、前半2本も送んないでくださいね。この間ね間違えちゃったんだ。中編をね、中編っつって笑っていながら中編2回送っちゃって、うん、後編送ってなかったんですよ。そうなんですよ。ごめんなさい、私が日曜日はもうアイムさんは冷たく、はい、私はいやオフなんだからねって言う。日曜日ですかっていうか、あの電話取らないという。いや、あの土日祝日はですね原則として事務所お休みなんですよ、うん、そうですよ。そうですね。で保坂さんからあの事務所のパソコンの方に入ってて全く気がつかなくってね、うん、今回はちゃんと前編後編、はい、ちゃんと送ります。送りますので、はい、でも、ね、私も中編がまさか2回送ってるとは思ってませんのでね。なるほど、ね、だからあれおかしいな、思ってませんのでね。せんのでね、思ってなかったので、なんか違うお便り会が放送されてて、うん、あれと思って。そうなんですよ。そうなんですよ。もうそれで、ね、日曜日電話ができるんですよ、保坂。保坂さんから、はい。うん、中編が2個来てるんですけど、後編、あゆむさん連絡取らないですって。ちょっと待ってください。私の、あの自分の携帯は大丈夫ですよ。いや、それ連絡つかないですとか言って。連絡つかないですでした。そうですよ。電話くれてました保坂が、はい、もうあゆむさんに土日は連絡つかないですからね、うん、あれそんなことはないですよ。もう俺答えましたよ、はい、あの人は休みになると全然出ないから。そうです、私仕事とプライベート完璧に分ける人ですからね。まあしょうがない。あでもね、うん、本当に自分の携帯にはメールしてきてくだされば、うん、ごめんなさいとかって、うん、しくじっちゃったみたいですとかって返事してたと思いますよ。どちらにしろ今回ちゃんとやってください、うん、やります、はい、すいませんね、保坂さんのせいにしようとしていましたが私がミスっていました。はい。すいません。はい、はい、で前編は終わり。終わり。はい、じゃあまた来週。来週、また明日後編に続く。後編に続く。はい。